世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ。世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ、パーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則です。株式会社古典の深井龍之介です。はい同じく株式会社古典の楊英史です。はい、このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった株式会社古典のお二人と一緒に、学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んでおいていく番組です。めちゃくちゃ崩れた学んじゃおうという番組です。ちょっとなんで自己紹介変な感じでやりますか。いやちょっとね、腹が痛くてこれから始まるのに腹痛と思って。びっくりしたわ自己紹介自分の名前言うところからもうちょっと牛の縮ですみたいになって腹痛くてね、びっくりしたわ。まあでもね、今回はショート編なんで。そうですね、うん、まあ、はい、メインスピーカーヤンヤンなんで。そうそうそう、僕も途中でトイレとか行きますね。じゃあそういうのそういうのに俺はいいけどね、うん、はい、なんて言った、もう一回言ってとか言うね聞いてなかったっつって、うん、いやーなんですよ。で、前回のショート編が龍の歴史だったんですよ、うん、はい、はい、いやこれがまたね面白かったシリーズっすね。あれは良かったですね。うん、良かったっていうか、なんかね、はい、コメントも結構それなりに、ね、はい、いただいて。そうなんですよ、龍の歴史っていうかワニの話でしたけどね。いやワニの歴史ねでも確かになんかね、誰かリスナーがコメントかツイッターをしてくれたんだけど、うん、ワニの肉って今も料理としてあるじゃん。一部の地域でね。そうそうそう、多分中国でもどっかで食べられたんじゃないかなと思うんだけど、うん、まあ、確かにワニを食べるっていう、そのほら皇帝の話、なんか竜を肉を食べたっていう皇帝の話出したじゃないですか、はいはい、あれ確かワニの肉だと考えたら、まあ、でも確かに食べれそうだなっていうのをなんかリスナーから教えてもらいましたね。へ、面白い。後々じゃあそれでまた強化されたってことですね。そうですね、なんか論がね、うん、いや面白い。いやということで、そんな感じでライトに聞けるのがこの初等編の魅力だと思うので、はい、今回もやっていきましょう。学問の神様、菅原道真、千年愛される平安貴族の足跡。いやー、来ましたね、ついに。ついに。菅原道真、さすがに知ってますわ。はい。まあ、神様ですからね。はい。やるやるってずっと言ってたもんね。うん、はい。うん、え、もう言っちゃっていいですか、太宰府天満宮でしょ。いやいや、そうです、そうです。福岡に住んでたらさすがに知ってますわ。いやでも福岡の一番の何ですか、パワースポットじゃないですか、一番ホーリーな場所なんじゃない、うん、まあ、福岡じゃなくてもみんな日本の人は太宰府天満宮知ってる、うん、知ってるでしょうね、思いますよ。俺だからその有名度が分かんないですよ ね、 ね、逆に福岡出身だと分かんない、うん、僕、そうそう、まあ出雲出身だったけど全然知ってましたよ、やっぱ、うん、普通に。あ、やっぱそんかすごいんやね、太宰府天満宮、うん、いや、はい、太宰府天満宮、そもそもその菅原道真って特殊だと僕個人的に思ってて、もともと本当に実在した人間なんですよ。平安貴族で神様になってるんですよね、1000年ぐらい前に、1000年間ずっと日本人から絶大なこう人気が寄せられている人って結構僕珍しいんじゃないかなと思うんですよね。え、ちょっと俺もう詳しくないんですけど、その辺実在の人物で神様になった例って結構ある。松陰神社とか、松陰神社とか、あと聖徳太子もなってますよね。ははは、うん、でも1000年以上ですよ。そうね、その長さがすごいよね。やばくないですか。で、太宰府天満宮も年間参拝者1000万人で、1000万人ね、1000万人、これはすごいですよ。これ1000万人年間来る場所って日本でもそうないと思いますけどね。まあ、ディズニーランドとかは1000万人以上行ってますけど、うんうんうん、多分。だからこれはですね、僕もね、日本で小学校通ったから、うん、ね、スケッチ大会とかで太宰府天満宮とかに行ったんですけど、やっぱその後になんか学校の授業とかも出てきたし、うん、結構割と僕の人生の早い段階で実在した日本人の人で、でも神様になったすごい人っていう風にインストールされてるんですよね。確かに確かに、はい、なんですよ、うん、だからすごく実は僕個人的にとってもすごく思い出深い人なんですよね、うんうんうん、なんだったら僕高校大学受験合格したのは道真さんのおかげだと思ってます。あ、だいぶ感謝した方がいいですね。あ、だいぶ感謝してます、はい、もう僕の努力とかじゃないですよね、はいはい、だって学問の神様ですもんね。そうですそうです、うん、そうなんですよ、学問の神様なんです、ね、だ絶対行きますもんね、福岡の受験生は、うんうん、そうなんですよ。これどれぐらい全国から行くんだろうね、みんな行ってんのかな、やっぱ、うん、いやー来てんじゃない。普通にでも北海道から来てる人も普通にいるでしょうね。うん、そのレベルだもんね。多分。で、太宰府天満宮自体がさ、その太宰府天満宮、まあ、道真を祀ってる天満宮自体が日本全国で約1万2000社あるらしいんですけど、うん、でもその太宰府天満宮がその日本の三大天満宮の一つなんですよね。
あ、天満宮がいっぱいあるんですか。そうです、天満宮がそもそも1万以上あって、その中でドンって言われている天満宮が、まあ、福岡の太宰府天満宮がその一つなんですよね。まあ、他に京都の北の天満宮と山口の豊富天満宮っていうのがあるんですけど、山口なんだ。そうそう、山口にあるんだよね。そうで、太宰府天満宮に限って言うとさ、そこはすごい場所で、うん、道真のお墓の上に建てられてるんですよね。あ、そう、知ってます？知らんかったです。めちゃくちゃゆかりのある場所なんですよ。道真を語る上でも重要な場所なんですね。でちなみにさ、福岡天神あるじゃないですか。ここ今収録してるスタジオのすぐ隣のエリア、もう天神様って道真様のことですからね。え、知ってました？リアクション道真公のことですよね。道真公のことなんですよ。え、そうなんすか。はい、天神っていう地名って日本中にありますよね。あるんですね。日本中にありますね。天神町とか、よくあるんですけど。へえ。天満宮があるエリアがだからそう呼ばれるんでしょうね。そうですね。まあ、福岡の天神でいうと、ほらアクロスあるじゃないですか。はいはいはい、アクロスの横に水郷天満宮っていうちっちゃい神社があるんですよ。あ、あるあるある。そうそう、あそこが天神の由来なんですね。あれで天神なんだ。なるほど。あ、面白い。確かにね、あったな。ですね。うん、こんなその道真さんなんですけれども、今回なぜ取り上げるのかっていうことなんですが、うん、やっぱりね、面白いからなんですよね。多分彼の大体の人生って日本の人たちってなんか知ってるんじゃないかなと思うんですよね。教科書で勉強するから、うん、平安貴族、はいはい、で学問がすごくよくできた、すごい出世して、で藤原氏に陥れられて太宰府に流されたみたいな。彼の人生大体こんな感じで説明されるんですよね。まあ、実際外れてはいない。ただこれ以上実はもっと解像度を上げると彼の人間としての面白さがすごい出るんですよね。なので今回は神様になる前の道真の話をいっぱいディティールとかも含めて話そうかなと思ってます。まあ確かに全然知らないですもんね、人としての菅原の道真は。だってそのほら学問の神様でしょ、はい、彼がやった学問は何なのかって考えたことあります？いや知らん。あるんですとかね。 あと平安貴族いますよね、はい、僕らその平安貴族って一括りにしてますけど、はい、平安貴族の中にもいろんなタイプがあるんです。メンタリティも違うしスキルセットも違ったりするんですよね、じゃあ道真はどこのポジションにこうマッピングできるのかっていうのも結構実は面白みがあるんですよね、ここら辺も全部解明されてます、はいはいはい、っていうのをですねやっていこうかなというふうに思いますね、はい、あ、楽しみやな、はい、うん、目標は菅原道真に対する樋口さんの解像度を上げて、樋口さんを道真にしようかなと思ってます。全然意味わかんない。なんで清盛神社作る樋口さんがもう道真として振る舞えるぐらいの改造度。誰が喜ぶんそれ。僕が面白いから自分がね、そう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 、学問の神として振る舞いましょう。はい、でいくつか彼の面白いポイントを先出しで言うとさ、例えばあの貴族いますよね、貴族って別にそれ遊んでるわけじゃなくて国家官僚なんです。官僚なんですよね、国家政治に関わっている人たちなんですよね。もちろん道真もそうです。でしかも彼はおそらくですけど日本史上最も文章が上手かった人、文章の天才なんですよね。で太宰府天満宮でさ、受験シーズンになるとめっちゃ受験生が来るじゃないですか、あれも理由があるんですよね。なぜなら道真は青春時代の大半を受験勉強に捧げたからですよ。あ、そういうことなんや。そう、受験っていうシステムがあったんですとかね、そういったものが彼の人生から分かるんですよね。性格とかも解明されてるんですよね、彼いっぱい漢詩を書いてるんですよね。そこに彼のこうその時々のこう心の動きとかも明確にこう読まれ込んでる非常に珍しい歴史上の人物なんですよね。じゃあそこが分かる彼の性格も実はあるんですよね。はい、ものすごく頑固だったりとか、でも結構繊細だったりとか、人から誹謗中傷を受けて苦しんだりとか、でもそれに負けなかった人とか、なんかいろいろ分かるんですよね。なるほど。そういったのがなんかやっぱ結構面白いんですよ。で彼はカエサルとか吉田松陰とかライト兄弟みたいに別に何か偉業を達成したわけではないんですよね。なのになんか1000年以上にわたって日本人の心の中に残ってるっていう事実が僕個人的にはすごく面白いと思ってるんですよね。偉業を残してないのに、別にないんです。神様になってるんですね。はい、そうなんですよ。別にそのなんか世界史にインパクトを与えたような、その人類社会を丸ごと変えたような、別に偉業をやった人ではないです。ただでも今も愛されてるっていうのがですね、
すごく面白くないですか。なんか理由があるんですか。まあいろいろ理由があります。あるんですね。あ、じゃあこれは本編で、はい、理由があります。はいはいはい、そうなんですよね。多分何かしらこう日本人の心の琴線に触れるものがあるんじゃないかな、ね、なのでこれからちょっと話したいんですが、普段なら生い立ちから話しますよね、大体、はい、うん、でも今回は生い立ちから道真を話しても実はですね全く伝わんないです。それは何でかというと、彼はですね平安貴族の中でも特殊なアイデンティティを持ったタイプの貴族なんです。なるほど。それはなぜかというと、道真ないしその道真を生んだ菅原家は律令制度っていう日本が導入した新しいシステムの中でライジングした新しいタイプの貴族なんです、うん、そこのメンタリティが実はちょっとね違うんですよね、毛色が、うん、そこからやっぱ話さないと魅力っていうか特殊性が実は分かりづらいんですよ、ちょっとパッと分かんないですね。パッと分かんないですよ。じゃあ説明していきますね。はいはいはい。でさっきも言ったように貴族っていうのは基本的に政治に関わる官僚なんです、はい、まあ、国家公務員なんですよね、うん、ざっくり言うと貴族は国家官僚で、まあ、そのピラミッドの上にいて、でその下に貴族じゃないけれども政治に関わっている役人とかがいっぱいいるんですよ、まあ、大体その当時 の, その、まあ、特に平安時代の京都はまあそういう構造にはなってました、うん、で貴族だからといってひたすらなんか宴をやったりとかさ、女性を追いかけ回してるイメージが持ってる方もいるかもしれないですけど、あと蹴鞠ね、そう蹴鞠とか、蹴鞠とあと和歌読みながら泣いたりね、泣いたりとかね、はい、あのねそれ真実だけれども全部じゃないんですよね、はい、めちゃくちゃ彼ら忙しいんです、マロマロ言ってないんですか。めっちゃめっちゃ仕事で忙しい。マロは言ってんじゃない、マロは知らんけど、あのね、忙しいんですよね。そうなんよ。あの、まあ、これはまあ学術的な正しい説明じゃないかもしれないんですけど、日本でほら律令制をバンって中国から導入したじゃないですか、うん、まあ、会社で例えるとスタートアップなんですよね、うん、でスタートアップだからほら人材とかも足りないし、でビジョナリーの目標を掲げてみんな一生懸命頑張るから、まあ、基本忙しいじゃないですか、うん、でしかも役職をいっぱい兼任するじゃないですか、うん、で同じような構造が実は当時の貴族社会でも起きてるんですよね、うん、基本的にいろんな役職を兼任してめちゃくちゃ忙しいんです、うん、はい、っていうのが彼らですよね、うんうん、で官僚として仕事をこなすには重要な要素がありますよね、はい、それが能力ですよね。で官僚として仕事をこなす能力は何だったかというと、これは学問なんです、うん、学問を使って仕事をしてた時代なんですよね、うん、学問っていえばいろいろありますよね。中国から来た学問って、うん、文学、歴史、思想、哲学、宗教、律令、あと技術とかですよね、うん、以前にスポティファイで話したほら安倍の生命もいるじゃないですか、はいはい、陰陽師ね。そう陰陽師ですよね。ああでその天文学、星を見て占って、うんうん、国家政策に影響を与えるようなこう提言をするみたいな、はい、まあ、これもだって特殊技術ですよね。そうですね。そうそう、これも学問として国家政治のために役立ててました、うんうん、なのでここでちょっと補足したいんですけども、うん、今我々で言う学問とやっぱ質感が違うんですよね。ああそうね、国語数学理科社会みたいなもんではないです、ね、ではないですし、うん、真理を探求するための学問じゃないんです、うん、はい、あくまで国家統治っていう目的のために学問を勉強する、うん、そして個人的には立身出世、キャリアアップするために学問があるっていう捉え方なんですよね、うんうん、菅原道真も学者なんですけれども、うん、別に真理探求するためではないんです。あくまで国家統治のためのツールとして学問をみんな一生懸命頑張るっていうやつですよね、うんうん、なるほど。あとは国家統治のところで言うと、やっぱ平安時代も今の日本と同じように省庁がたくさんありました、うんうん、いろんなこう業務をやってる省庁があったんですよね。例えば人事とかさ、あとはその外交を担当する省庁とかさ、うん、あとは財政を管轄したりとか、まあ、いろいろ省庁があって、まあ、ここに貴族とか役人が配置されてこう仕事をしてたんですね、うん、もっとちょっと具体的にこう彼らの仕事とその能力を発揮するイメージを持たせるために道真を例を出しますね、はいはいはい、道真もまあ貴族で仕事をしてたわけなんですよね、うん、で彼がある仕事をした時のこの描写が実は残ってるんですよね、うん、それは何かというと、うん、藤原氏のトップの人が藤原元常っていう人が、まあ、太政大臣という役職についてたんですね、はい、うん、太政大臣という役職っていうのは基本的にはまあ名誉職なんですけれども、この職務に紐付けられたこうタスクはあるのか、これを調べてほしいっていうリクエストが藤原の元常からいろんなこう学者たちに与えられたんですよね。でそれをその下の人たちがリサーチして報告を上げるっていうシーンが実は残ってるんですよ、ね、だから日本の太政大臣、そうそうそう、日本の太政大臣の藤原が中国の太政大臣を調べろって言った。いやそうではないんですよね、うん、今彼が太政大臣という役職についてます、はいはい、でもこれは太政大臣に具体的にこう何か仕事があるのかっていうのをいろんな文献で当たってリサーチして調べてほしいっていうふうに貴族たちに指令を与えるんですよね。中国に太政大臣は多分ないんだよね、うん、
だけど、その中国でこういう立場のやつって何やってんのっていう話を多分調べてほしいって。なるほど、はいはい。律令制入れるときに日本バージョンに改変したんだけど、はい、改変してできたこの改変部分って何、うん、って自分でなったんでしょうね、はい、日本人が俺何すらいいのってなった、うん、俺何ってなって、これってもう一回中国ちょっと参考にして考えたときに、はい、何をした方がいいと思えるかどうか教えてみたいな、なんかそんな感じだと思いますけど、はいはいはい。スタートアップとかでたどると CTO って何をするのみたいなさ、あーなるほどね、 CXO って何をするのみたいな、なんかまあ CHO みたいなやつがシリコンバレーでは今最新でどんな仕事してんのかをちょっと調べてみてみたいな、はいはいはい、でいろんな分野の頭のいいその貴族たちがもう律令の条文から中国の古典からいろいろ調べまくって、みんなで持ち寄ってそこでディスカッションをして議論するっていうのを道真も含めてやってたんですよね、うん、あなるほどね、はいはい、だから遊んでたわけじゃないっていうことは言いたかったですね、はいはいはい、じゃあこの貴族たちはこういう能力っていうのはどうやって身につけるかっていう問題が出てくるんです、確かに、うん、言い換えればどうやって人材育成するか、うん、基本いい家に生まれるしか方法はないんです。あ、だから学校とかがうまくまあこれはちょっと後で話すんですけれども、なんだなんだ、はい、そうなんですよ、うん、はい、基本的にもう親ガチャなんですよね、親ガチャ全盛の時代なんで、そうかそうか、いい家に生まれるしか方法はないんですよ。なぜかっていうとですね、それはすごくあのいくつか理由があるんですけれども、僕が一番重要だと思う理由は、学問は官僚としての能力値に直結するわけなんですけれども、学問っていう知的財産にどれぐらいアクセスできるかが生まれによってほぼ決まってしまうんです、うん、はい、この要素はめちゃくちゃ重要で、前提として学問、まあ、つまり本ですよね、本とかノウハウとかさ、オープンソースじゃないんです、家ごとに独占されてるんです、家柄、そう、家ごとに独占されてるんですよね。多分ですけれども、今の感覚で無理やり例えると、例えば知的財産とか著作物とかがさ、個人とか会社とかで守られて受け継がれて自分たちの強みを担保していくっていう、多分感覚に似てるんじゃないかなと思うんですけど、基本的にそのもうその家なんですよね、その家に書籍が保管されてるっていう、うんうん、これ鎌倉編のシリーズでも似たような話したよね、だからこれあの時は武士だったんだけど、要はなんていうか、その本がオープンソースじゃないから継承できる主体者みたいなのが家しかなくなっちゃうんだよね、これがなんか図書館とかがあってみんな来ていいですみたいになってたら多分そうなんないんですけど、なってないもんで、そうするとその家に生まれないとアクセスができないから、そう、能力値のね、差が出てくる、結局それが家業になっちゃうっていう、だから武士もそれで、要はその戦争のスキルみたいなのがオープンにされてないから、結局なんか戦争のスキル持ってるのこの家の人がそうですよねみたいな、で親から手取り足取り教えてもらうコストもゼロなわけじゃん、そうなんだよね、お金払わなくてもできるじゃんそれが、だから学問を身につけるのは自分家に職責をたくさん保有したり教えてくれる先生をその人脈で確保できる家に生まれてないとやっぱ非常に難しかったんですよね。なるほど。で実はこの逆パターンもあって、生まれる家が実はすごく身分が高い家なんだけれども、書籍を保有してない家とかがあったりするんだよね。はい。それだとその役職とかその位とかめっちゃ上がってくるけれど、仕事のスキルが全然ねえから、こいつ役職だが上がって仕事全然できねえやんみたいな感じでディスられるっていうパターンもある、なるほどね、そう、本大事だったね、そう、この人がポジションが上がって本当ならこういう儀式とかの段取りを組まないといけないのに、もう全然やり方わかんねえ、こいつなんなんみたいな感じで周りの貴族からボロカス言われるっていう、そうかそうか、パターンもありますね、はい、今やったらね、当たり前のように本買えるけどね、そうですね、買えないし、印刷技術もないし、そうね、だから手で書いてんだよね多分この頃の本は全部、まあ、あの一言でまとめると、基本的に成り上がりができない社会構造なんですね、ということですね、ただここからがちょっと面白いところで、この昔ながらの親ガチャのみたいなさ、人材育成システムとは別に全く毛色の違う異なるサブシステムみたいなのが実は同時にあったんですよね、これがですね、大学寮っていう施設なんですよ、大学寮、まあほぼこれはもう律令制の枠組みの中の国家官僚育成機関なんですよね、まあ官僚育成が目的なんですよ、ここを足がかりに実は菅原家っていうのがライジングしたんですよね、この大学寮についてちょっと詳しく説明しますね、この大学寮っていうのは主に中級下級貴族が通
通ってました、うん、出世ルートとして利用されてたんですね、うん、大閣僚には官僚になる貴族全員が通わないといけないところじゃないんですよね、うん、貴族というのは基本的にある年齢になるとみんな官僚にはなっていくんだけれども、はい、しかし中級貴族とか下級貴族が大閣僚で学んでおくとですね、うん、官僚として出世のアドバンテージが得ることができたんですよ。うん、そうなんですよね。まあ、単純にみんなそれはビジネススキルやから。そう。そらそうよね。なぜかっていうと、うん、実は大閣僚に通えれば蔵書という知的財産にアクセスできたんです。これね、わかりますよね、はい、中級下級貴族っていうのは、まあ、あんまりその蔵書とかさスキルとかノウハウを保有してない家に生まれましたよね、うん、でも大閣僚に通えれば教えてもらえるんですよね、うん、当時の一流の学者から、うん、ここが実はですね結構あの違うところなんですよね。なるほど。なので、まあ、この大閣僚もですねある程度そういう家柄とか血筋の違いによる知的財産へのアクセスの格差をですね平準化する機能を持ってたんです、うん、まあ、時代によってちょっとバラバラなんですけれども、うんうんうん、こういうサブシステムが当時の平安時代にはありました、うんうんうん、大閣僚に通うもう一つのメリットが実はあってですね、うん、体系的な教育を受けることができたんです、うん、家柄に優れた上級貴族なら自宅に蔵書を保有してますよね、うん、で優秀な学者を招いて、まあ、勉強することができたわけなんですけれども、うん、勉強のムラができることがあったんです、うん、で得意不得意もあるじゃないですか、まあね、はい、うん、でも大閣僚では結構ガチになんかカリキュラムとか組まれててもうテキストも全部指定されて、うん、一定以上の能力を持つ専門人材を育成しようという目的があったんですよね。だから体系的に総合的に教えてもらえる環境が実は整備されていったんですよね、はいはいはい、ここに菅原家そして道真がここを足場にして成長していったっていう背景があるんですよね。うん、はい、さっきも言ったように大閣僚でみんなが通うわけじゃないんです、うんうん、みんなが通ってるわけじゃないんです、うん、でも通った人と通わない人ですここでメンタリティとかさ、うん、スキルセットで実は若干違いが出てくるんですよね、うんうん、これも会社で例えると取締役会にメンバーいっぱいいるじゃないですか、うんうん、でその先代の社長から現場で経営学とかを叩き込まれた人と、うん、スタンフォード大で MBA 取りましたみたいな人がいるみたいな感じなんです。なるほどね、はい、うん、ちょっとなんかさ経路違いますよ ね、 経路違うすね。同じ経営という行為に関わるんだけれども、うん、実は出てきた文脈っていうか出てきた土壌が違うから、うんうん、実はここが違ったりするんですよね。なるほどね、はい、うん、っていう感じですね、うん、でさらにちょっと大閣僚の説明をしていきますね。もうここを説明してこのシステムの視点から道真を見ればですね結構道真のだいぶその半分ぐらい分かるかなというふうに思います。で大閣僚ではまず儒学ですよね、うん、儒学を基礎教養として勉強します、うん、でさらに実は4つの学科に分かれてるんですよね、うん、まあ覚えてなくていいんですけれどもまずその紀伝道っていう学科これ学科ですね、はいはいはい、ここでは漢文学と中国史を学びます、はい、で明行道これは儒学をもっと専門的に学ぶ学科ですね儒学、うん、はい、あと明坊道これはですね律令を専門的に学ぶ、まあ、法学部法律だよね、そうそう法律、うん、あと面白いのがね三道っていうまあいるよね絶対そう数学ですね、うん、へ税金とか土地の測量など技術系の役人を育てるっていう、うん、まあそういう学科なんですけれども、はい、道真と菅原家が所属して身を立てたのはこの紀伝道っていう学科なんですよね。紀伝道は何でしたっけ。漢文学と歴史、はいはいはい、まあ中国史ですよね。これがですねこれを理解できれば道真が多分分かります。へえ、なんでかというとこの紀伝道っていうのは道真が生きていた時にこの4つの学校の中でも最先端の学科だったんですね。で学生たちにめちゃくちゃ人気だったんです。なるほど。なぜかっていうと、まあ、律令制がその崩壊していくわけですよね、うん、で崩壊していく中でいろんなこう統治課題が出てきますよね、うん、その統治課題に向き合える実務家を実はこの紀伝道で育成してたんですね、うん、国家ニーズに非常に合致してたっていう目的があったわけです、はい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 、もうダイレクトにめっちゃ使える技術、はい、そうなんですよね、うん、なんでかっていうとですねすごく面白くて律令っていうのは機関システムなんです、国家の機関システムなんですよ、はいはい、でも機関システムを導入したんだけれども現場の実情とどんどんズレが生じて、うん、もう認知も察知もいかなくなったんですよね、うん、でもこの機関システムをじゃあいじればいいかというとこれむずいんですよね、うん、結構やばいことなんだよ機関システムをいじるって、うん、まあ根本から変えちゃってどうかなるバグるみたいなことが起こる、うん、そうそうそう、うんうん、でも紀伝道出身の人たちはこれをいじれるロジックとマインドを持ってたんです、うん、そういう意味でこの紀伝道っていう学科っていうのは非常に特殊なんですよね、うん、あだから律令をいじっていた、まあ、つまり法律をそうそう律令をいじったりとか現場の実情に合わせて臨機応変に解釈したり運用したりしてたんですね。あと律令だけじゃなくて
例えば会議とか前例で決まっていることに対して現場はこうだから変えた方がいいんじゃないとか、もう一回検討した方がいいんじゃないって提案するみたいなスタンスを大事にしていたんです。ここで押さえておきたいのが、この歴史を含む紀伝道で大事にしている価値観ですね。紀伝道では反形正義っていう理念が流れていたんです。これは中国の歴史書によく登場する四字熟語で、本来の原則に反してでもいい手段を取った方が良いっていう意味なんです。要するに機関システム、例えば律令は律令としていいんだけれども、うんうん、これよりも現場の実態を優先しようっていうのが価値観がこの紀伝道で流れてたんですね、うん、これもちょっと分かりにくいので例えると、ほら今っていろんな業界があるじゃないですか、はあ、で業界ごとになんか大事にしているカルチャーとか価値観ってありますよね、はいはい、ある。例えばメーカーだったらものづくりとかさ、うんうん、IT スタートアップだったらこうスピードをどんどん回して失敗しようみたいな、ありますね、ありますよね、うん、食品業界だったら安心安全ですよね、わかるわかる。で紀伝道だったら変えるっていうことなんですよ。現場の実務、現場の実態を優先するっていうことに実は重きが置かれてたんですよね、うんうんうん、そこで紀伝道出身の人たちがその現場に入ってどんどん実態に合わせてシステム側をいじるっていう行為をやったんですよね。その中のトップが実は道真なんです。うん、っていうのが彼の位置づけなんです ね。なんかセールスフォースとセールスフォースカスタマイズする人みたいな、ね、でもどれでもいいんですけど、なんか、はい、その中の人がするんじゃないんやみたいなのが面白いですね、うんうんうん、その律令の何やったっけ、妙法道、そう、はい、彼らはどっちかというとむしろ機関システム絶対大事だよねっていう人たちなんです、ね、はいはいはい、はい、なるほどね、そうなんですよね、面白い、うん、で漢文学とほらさっき言ったんですけど、紀伝道の中に漢文学とあとはその歴史があるじゃないですか、うんうん、中国史ね、そうそう、歴史と中国史ですね、これも2つのこうジャンルが含まれてるっていうのも実は意味があって、うんうん、もう要するにこの今で言うと公共政策学部みたいな感じなんですよね、うんうんうん、だからこの政治学も勉強するし法律学も勉強するし経済学も全部勉強して、でそういうスキルを持った知識を持った実務家をなんかこうオールマイティな実務家を育成するっていう風な意味合いがあったんですよね、うん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 、っていうのが紀伝道という学問ですね、うん、でもうちょっとその説明すると、じゃあ漢文学と中国史ってどうやって実務に役に立つのかっていう話ですよね、はいはい、歴史はまあイメージしやすいんですけども、データベースなんですよ、うん、データベースをフルインストールしてこう解決に、まあ、ケーススタディ死ぬほどいっぱい知ってる人みたいになるってことね、はいはい、そうそうそう、こういう時中国はこうしたみたいな、だからさっきのまさに太政大臣の質問が聞かれてるわけだよね、うん、そうなんだよね、道真に、うん、そうそうそう、で漢文学っていうのは漢文とか漢詩をまあ勉強するんですけど、うん、まあ、文書行政の文書作成技術っていう意味では必要だったわけですよね、うん、まあ、ただ文書作成の技術だけじゃなくて多分思考パターンとかもここで多分インストロールしたっていう、そうだよね、だから文学レベルで理解できれば、うん、まあ、ほとんどの中国語を相当深く理解できる人みたいな、うん、そういう感じなんでしょうね、はい、ここもねなんか説明した方がいいっていうポイントが一つあって、文章ってありますよね、文章で、まあ当時の文章っていうのは、はい、まあ、基本的に公文書とか漢文で書かれてたんですけれども、はい、文章はそもそも個人の好きなように書いちゃいけないんです、厳密なお作法があるんですよね、うんうんうん、漢文の書くときに言葉の表現だったり文章のスタイルだったり組み立て方とか主題とか、その中に込められたメンタリティとか、その漢文に関わるあらゆる要素は全て引用元を踏まえないといけないんです、そう、この文章のここの部分はこのその中国の古典から取りましたとか、ここの古典から取りました、全部踏まえてないといけないんです。今みたいに僕らみたいにほらツイッターでなんか適当になんか、はいはい、なんか好きなように文章を書いていい時代じゃない、へえ、じゃあもう全部組み合わせみたいになるってことですか、そう、全部組み合わせて膨大なデータベースから要素を抽出してそれを組み立てるっていうことが文章を書くっていう行為なんですよ、その文章を書くっていう行為の定義はそもそも現代と違うんですよね、なるほど、でしかも公文書っていろんなフォーマットがあります、今もそうですよね、大体なんか何十種類かあるんですけれども、それぞれに合わせて適切に作成しないといけないっていう技術なんですよね、うんうんうん、今だったらねテンプレとかはネットでダウンロードできますけれども、はいはいはい、まあ、そう当時はないできませんから、まあもちろんね、全部個人の属人的なこうスキルに関わってたんですよね、うん、しかもなおかつ美しい文章で書かないといけない、うん、なんでかというと公文書っていうのは権威を持たせないといけないからっていうことですよね、うんうん、これに関して道真は文章は超一流だったっていうふうに言ってます、漢文を読ませても書かせてもさまざまなスタイルとか時代の漢詩を読ませても超一流、うん、オールマイティにできる人は本当に少なかったみたいですね、うん、
この意味でなんか彼はですね、日本において漢詩の頂点を極めた人っていう風に書かれた本もありましたね。実際めちゃくちゃいろんなことを知ってないとできなさそうだもんね。そうそう、引用元がどれかっていうのを自分の頭の中で大体わかる人みたいになってるわけでしょ。うんうんうん、すげえな。で今みたいに検索システムもないから、もないし本もあんまりない時代に、で夜伝統もない時代にこれをやるわけですからね、うん、まあね、そうそう、うん、そうなんですよね。さっき紀伝道の歴史の分野では本来の原則に反してでも良い手段を取った方がいいという理念が流れてるって説明したと思うんですが、同じような理念が実は紀伝道の漢文学の領域ですよね、文章作成にも流れていたんです。これはですね、言葉に対する向き合い方でわかるんですね。例えば明行道、儒学の専門学科ですね。儒学の専門学科では儒学のテキストに書かれた言葉の意味、そして文脈にすごくこだわるんですね。ここが一番大事だから、儒学のテキストから言葉を引用するときはテキストで示された意味だとか文脈の通りにそのまんま引用するっていうのがルールなんですね。それに対して紀伝道の人たちっていうのは言葉の意味を元の儒学のテキストから外して新しい意味で用いることがあったんですよね。この行為のことを四字熟語で断章主義って言ったりするんですけれども、なんでこういうふうに言葉を使うかというとですね、彼らにとって文章を執筆するという実務上の目的が第一だったんですね。元々の言葉の意味とか元々のテキストでの文脈とかですね、そういったものにこだわらないでその場その場で作成する文章とか書類に合わせて柔軟に言葉を引用して意味を変えたりとか新しい意味を付与したりとか、そういうふうに運用してたんです。そういうスタンスを彼らは大事にしてたんですね。今までの話を少しまとめますね。道真の時代の日本では変化が求められてました。というよりも変化を迫られていた時代だったんです。律令制が緩んでいく最終段階にあたる時代だったんですね。既存のシステムでは対応できない現実がポン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 出てきて、それに対して官僚たちがどうしようかっていうふうに頭を抱えてですね、一生懸命もがいてた過渡期の時代なんです。現状に対応するためにいろいろ仕組みとかを変えないといけないんですよね。税金徴収の仕組みだったりとか、現場で臨機応変に対応するために官僚の裁量権に対してもどんどん修正をしていかないといけなかったんですよね。ただその時に既存の律令にとらわれてですね、必要な仕組みの改革ができなかったりとか、優秀な官僚たちが十分にその手腕を発揮できないみたいな、そういった状況が起きてたんですね。こういう変化が求められる時代に変化の理念を共通して持っていたのが歴史と漢文学、この2つの学問分野プラス共通の教養である儒学を組み合わせた、ある意味総合政策学科みたいなのが紀伝道の立ち位置だったんですね。国家統治の最前線のニーズに応じて作られた一番新しい学科なんです。中国の歴史、まあ、今で言うと政治学ですよね。思想とか思考パターンとか制度設計とか課題解決といったデータベースとして活用されたんです。でもう一つが漢文学ですね。文章という文書行政を回すための基礎技術です。今日では DX とか業務効率化の文脈で書類を作ったり回したりする書類仕事が生産性の癌みたいに語られることが多いんですけれども、当時の日本においては文書行政、文書を回す、書類を回すっていうのが最先端の統治システムだったんです。この2つの領域を紀伝道で専門教育を受けてきてめちゃくちゃ鍛えられてきた人たちは、柔軟に現場に対応できる教養とスキルを持っている実務家として期待されていたんです。しかも彼らは彼ら自身に対してもですね、アイデンティティを持ってたんですよね。自分たちは紀伝道の出身者で文章全般に長けている官僚で、しかも自分たちのロールモデルは本場中国で歴史に名を残した優秀な官僚であるというですね、アイデンティティをですね、他の貴族たちとは異なった形で獲得していたんです。律令といった原則とか何かの決定事項とか前例とか文書とか言葉の運用ルールが現場ではうまく機能しなくなるときに、原則を守ることよりも実情に合わせて対処を変えることを優先できるという人たちが紀伝道出身の人たちなんですよね。目の前に課題のボールが飛んできました。それに対して儒学と歴史と文学というバットを使って現場判断でとにかく打ち返していく。紀伝道が根ざしていたプロフェッショナリズムっていうのはまずここにあったわけ。
貴殿堂出身者は国家運営の中で存在感を発揮して一大勢力を築いていくんですね。その中で全日本史を通じて貴殿堂の頂点に君臨したスーパースターが菅原道真なんです。っていうのが道真のその俯瞰してみた時の彼の人物像ですね。まあでもなんか大学寮で勉強してめっちゃで、もともとそんな高い身分じゃなくて、道真の時代にはもう結構来てるよね。ああ来てるんです。上級貴族ではあったけれども、実は家柄としての歴史は浅い、浅いんです。浅くて、あとその天皇家とか源氏とか藤原氏に比べたら全然って感じ。大学寮の先生かなんかしてんだよね。してる。お父さんが。そうしてるしてる。内閣入りもできてる。すでにだから道真の段階でその家レベルでめっちゃ勉強できる家みたいにはなってる感じ。なってる。なるほどね。なるほどね。まあでも今のところなんかその時代に何人かいる優秀な人ぐらいのイメージですね。だからなぜ千年残るか。そうそうそう。この時点ではあんまりまだピンときてないかも。確かに。はい。何人かいそうですよね。いそうですね。まあなんかそれはその時代そこにはいるだろうぐらいの一番優秀な人それぞれいるからぐらいの感じですけど、まだ神様っていう感じになってないですね。まあ神様になるまでは実はその彼が亡くなった後にまあいろいろ怨霊として扱われたりとか、その後さらになぜかその神様に転換したりするっていう流れがあるんですけれども、まあ、いろんなものが運要素とかも含めて、まあ、いいのか悪いのか分かんないんだけど、あるけど、はい、あれですね、そこは今回は説明しないです。ああそうなんですね。ただあくまで彼がこう人生人間であった時の話をひたすらしていって、なるほど、そこからなんでこんな風に今も残ってるのかっていう風に皆さんでなんかこう各々考えて感じていただけたらいいなっていうふうに思います ね、 そ、 すね、なんかそこを見つける旅になりそうですね、今後。そうですね。なるほど。ってことで第一回はここまでですかね。そうですね、はい、いや、はい、じゃあそんな道真、ね、もっともっと次回以降深掘っていきたいと思います。ありがとうございます。はい。